今日も頑張りましょうね。プリズムコート2回目のプレイです。初回ではですね、本当コメントや評価の方もありがとうございました。こんな感じでまったりやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。今回から本格的に育成要素がスタートしていくんで、ちょっと改めてステータスで前回決めたポジションをね、確認していこうかなと思うんですけども、あ、こういう感じか。これで選べるのかな。一応最初はなつきちゃん狙いでね、恋愛ゲームは行こうかと思うんですけど、なつきちゃんはポジションアタッカーでチームのリーダーでもありますね。まことちゃんアタッカー、かすみちゃんレシーバー、あかりちゃんオールラウンド、さなえさん、さなえちゃんセッターで、リオちゃんがオールラウンドというですね。もう結局中西先生の案と全部同じだったんでね、俺いらねえじゃねえか説もちょっとあるんだけど中西先生がコーチやればいいんじゃないかっていうのもあるんだけど、いやでもちょっと夏希ちゃんだな。ああ、こういう、はいはいはい、アタックポイント、アタッカーだからとりあえず最初はアタックポイントを上げていくのがいいんでしょうかね。スケジュールでそれじゃあ練習メニューを決めていきます。ここでは1人選んで決めることができるみたいなんですよ。2日ごとの練習メニューですね。でその選んだ相手の好感度も上がるようです。他の方はランダムというか、そのポジションによって、自動的に、練習メニューが決まるようですよ。まずやっぱ夏希ちゃんでじゃあ決めましょうか。あ、これか。この練習なんですけども、基本練習っていうのが一つのパラメータを集中的に伸ばす練習で、個人練習が複数のパラメータを少しずつ伸ばす、さらにポジションレベルも上がり練習内容はレベルに応じて変化していくで、残りのこのチーム練習を行ったキャラ感の有効度が上がります。複数のパラメータを大きく伸ばし、ポジションレベルは少し上がります。またイベントなどによって練習内容に新たな必殺技が加わります。じゃあ1個ずつ、基本個人チームそれぞれ1つずつで何か練習した方がいいのかな。アタッカーだからやっぱり筋トレ、あ、ジャンプにしとこうか。飛ぶもんね、アタッカーで。個人練習はクイック、あ、ブロック、レシーブとかはね、ポジション的にもそんなにいっちゃなんだけど関係ないんですよね。クイックかな。で、じゃあ最後はチーム練習で三角パスがいいんじゃないの。あ、それであんまり仲良くない子を一緒にやって、その子たちを仲良くさせることができると。はいはい、そういうことか。なつきちゃんはですね、パラメーター見る感じだとこのメガネちゃんとリオちゃんがあんまりまだ仲良くないんですよね。やっぱリーダーとしては全員仲いい方がいいんで、これでいけんじゃないかな。あ、他の子も決まったね。はい、あ、アドバイスちょっと聞いてみよう。特に言うことはありません。あ、さすがですね先生。ありがとうございます。説明書を熟読してきました中西先生、よし、これでいこう。今週はみんなよろしく頼むぞ。頑張るんだ練習。どういう風に育っていくのかな。やっぱ初回プレイはね。じゃあお願いします。よろしくお願いします。セオリーがわからないっていうのがちょっと、おお、あ、かっこいいな BGM がおーおーおお、これは熱いねBGM すごいなこれ青春が。あ、でも少しずつパラメータ上がってましたね。でもその分 HP 少なくなってましたね。やっぱ体力が減るんだ。あかりちゃんだ。あかりちゃんの制服姿初めてだな。逃げに、あかり今帰るか。うん、ちょっと遅くなっちゃった。そうなんだ、すごい髪型だな。あ、じゃあこれ途中まで送って、あーでもどうなのかな、今回は俺夏希ちゃん。あーでもまあ他の子もバランス大事だよな。年まで送ろう。わー、ありがとね先生この子も可愛いな。あかりちゃん好きだわ。
この流れてる BGM ってあかりちゃんの専用 BGM だな。お、どうだ、練習はきつくないか、みんな仲良くやっているか、何か変わったことはないか、みんな仲良くやっているかって聞いてみようかな。あかりはみんなと仲良くしたいのに。おお、苦手なメンバーいる。まことちゃんが仲良くしてくれないんだよ。まことちゃん、そっか、じゃあまことちゃんとあかりちゃん仲良くさせてあげたいな。どうにも困ったやつだ。あ、わかった、ありがとう。そういう情報も大事だよな。そして日曜日、今日は何をするかな。休日はですね、これまたどっかに移動するイベント。ああ、これか、島田荘ってとこに住んでるのか。これは体育館、中央公園、デパートとか、まあいろいろありますけども。あ、プール。プール行けんじゃないの、7月だし。ここでやっぱ女の子がどっかしらにいるらしいんですよ。いや、プール、海、この辺はやっぱ夏の間に行っておきたいところあるけど、やっぱプールかな。最初はやっぱプールっていうのはリフラムの時からの決まりがありますから、プール行こう。どうしよう、誰にも会えなかったら。あ、でもこの感じどう、さてと、なお、あかりちゃん。またあかりちゃんも、あかりちゃんルートじゃないの。あかりちゃん、可愛らしい水着着て。あかりちゃん、先生、どうしたの。ばったりですね、こんなところで。泳ぎに来たのかな。あかりを見かけたんで、ちょっと声をかけたんだ。先生、バイバイ。何もなかった。せめて会話しようよ、あかりちゃん。あらあら、あかりちゃん猛プッシュだな。みんなのコーチを引き受けたけど、何から始めるのが一番いいのかな。まず大事なのはボールに追いつくことと、ネットより高く飛ぶことだ。とするとやっぱりスピードとジャンプ。ああ、明日からの重点目標は決まった。ピロリーン。そっか、じゃあ今のもヒントだな、スピードとジャンプ。あ、スピードジャンプはでも確かに大事だよな。先生、ね、中西先生、おはようございます。おはようございます。なるほどね、そういう感じで1週間を過ごしていくわけですね。ちょっともう一回ステータスにしてもらっていいですか。あー、イントが下がっちゃってるよね。この子イント全然ないんだよね。イント賢さなんですけども、すげえ頭悪い感じになっちゃってるんですよね。イントはね、トスの正確さ、あ、じゃあそんなに関係ないのかな。テクニックも少ないな。テクニックはこの値が高いとミスが少なくなるんだって。そっか、スピードを上げよう、スピードを上げよう、そうだな。はい、じゃあ今回もじゃあちょっとなつきちゃん行きたいところなんだけど、でもこれもまた説明書に難しいことが書いてありましてですね、特定の一人だけをずっと練習していると、練習ひいきしていると他のみんなから嫌われちゃうんだって。本当、人間関係って難しいよねって書いてある説明書に。難しいね、これ頭使いますよ結構。じゃあスピードだからダッシュをじゃあ基本練習でやって、で個人練習でどれが上がるのなんだこれ。でもやっぱアタックはクイックでいいのかな。前回クイックやったからブロックも上げとこう。でチーム練習であかりちゃんとまことちゃんを一緒に組ませればいいわけじゃないですか。ミーティング、あ、じゃあこれでなつきちゃんとあかりちゃんとまことちゃん、こうやって少しずつみんなのバランスを取っていくっていう感じなんじゃないのかな、やり方としては。あ、他のみんなも決まった。アドバイスどうでしょう先生。夏木さんなんですけど、え、もっとスパイクの練習をした方がいいと思います。あれ、マジでスパイクの練習、スパイクの練習っすか。あ、顔消しちゃった、ごめん。中西先生のアドバイス、もっとちゃんとやっとくべきだった。スパイクか、じゃあお願いします。はい、いやでもじゃあそれは来週ということで。これがまたかっこいいんだよな。
この練習画面燃えるな。みんなそれぞれ練習して。いいな。この BGM すげえ気合入って、あ、ミーティングしてちゃんと。おーおーおー。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。お、夏希ちゃん。今帰りかい？うん、そうだけど。じゃあ気をつけて帰れよ。分かってるって。じゃあね。ああ、それだけか。でもこうして出てくれるの嬉しいな、本命の子がな。さて日曜日遊ぶぞ。今日はどこ行けばいいかな。夏希ちゃんどこにいるかな。あ、でも夏希ちゃん練習熱心だから体育館で自主練とかしてるかも。分かんないっすね。公園、デパート、いやー、これは映画館、コンサートってなんだ。喫茶店、プール、海、病院、病院はないでしょう。喫茶店行ってみましょうか。誰かしらはいるでしょう、喫茶店だったら。どうかな。お、なんだこの BGM。 あ、喫茶店の BGM か。お、中西先生。あれ、中西先生じゃないですか。ええ、ここのコーヒーはとても美味しいですからね。はい、みんなもよく来てるみたいですよ。そうなんだ。特にサナエさんとリオさんはいつ来てもいますね。いい情報。喫茶店、あ、じゃあサナエさん、リオさんルートの時は喫茶店に行くのがいいんだ。あー、そっかそっか。よし、覚えておこう、有力な情報。やっぱ中西先生すげえな。この人いないと俺ゲーム進めらんないわ。え、疲れてヘロヘロの状態じゃ練習しても効果がない。ちゃんとお休みを取って HP を回復しよう。お得なのがミーティング。3人同時に回復できて、さらにチームワークも良くなる。あ、ミーティングやっぱいいんだ。へー、みんな疲れてきたなと思ったら即ミーティング、それが勝利の鍵だ。はー、そっか、そろそろじゃあ休憩、 HP の回復も視野に入れていかないといけないのか。え、ちょっと体力どう、みんなは。先生、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日も頑張ってくださいね。はい、ちょっとステータス見てみましょう。ん、はあはあはあ、さなえちゃんがもうやばいっすね。死にかけですね。これちょっとまずいんで、さなえちゃんとメガネちゃんとリオちゃんをミーティングに誘いましょうか。じゃあ、それでどうかな。いやー、これちょっと どこの数字を見ていいか最初わからんぞ。じゃあちょっとそれでやってみよう。ミーティングで、あ、そっか、2人しか誘えないか。メガネちゃんとサナエちゃんをミーティングにしましょうか。んで、そうだな、筋トレしておきますか。でも個人練習クイッククイック、どう、この感じ、ちょっと攻めた感じ。アドバイスどうですか、中西先生。特に言うことはありません。お、さすがですね先生。ありがとうございます。中西先生のアドバイス本当に役に立つわ。よし、これで今週は行ってみよう。これでも少しずつ育っていくの楽しいですね。さあ練習始めよう。育成シミュレーションが好きな人からしたらたまんないですよね、この空気感ね。で、またこの熱い BGM ですよ。この曲超かっこいいな。神 BGM ですよこれは。お、いいぞ。イントがどんどん下がっちゃうな、夏希ちゃん。どんどん頭悪くなっていっちゃう。さて、帰ろうっと。お疲れっす。あれ、今日は誰が来てくれるかな。中西先生も好感度結構上がってる気がするよ。お疲れ様でした。来週も頑張りましょうね。こういう対象キャラではないんでしょうね。はい、任せてください。今日は日曜日だ。どこに行こうかな。
どこに行くのがいいのかな。公園で、あ、デパート大通り、なつきちゃんは図書館違うと思うんだよな。大通りってなんでしょうね。ちょっと行ってみましょうか。一通り行ってみないとちょっとわからないですね。大通り、さてと、あー誰も来てないって。せっかくだから飯でも食って帰るか。今日は中華にしようとなるとやっぱり、え、なにこれ、エンジン殺法で酢豚定食と焼きちゃんぽんだな。ネタがわかんない。うまい、もう最高、終わっちゃって誰にも会えずにエンジン殺法食って終わっちゃったよ。マジか、大通り誰も会えんかった。あんだ、日曜日無駄にしちゃったな。先生、おはようございます。はい、じゃあ今日も頑張ってくださいね。ちょっと待って、 また誰か、じゃあミーティングで、あ、だからなつきちゃんにしなくてもいいか。そうだよね、そういう考えもあるよね。メガネちゃんとサナエちゃんとリオちゃん、じゃあリオちゃんにしましょう今回は、はい、リオちゃんにして、あ、お休み、あ、いやでもやっぱミーティングだな。ミーティングでこの2人押しつつ、この子は何練習させるのがいいのかな。ダッシュ、あ、ジャンプ、やっぱジャンプだな。ジャンプと、じゃあ三角パス、三角パス、じゃあ選んでない、あかりちゃんとまことちゃんなんてどうだい。この感じだいぶバランスいいんじゃないでしょうか。アドバイスお願いします先生。特に言うことはありません。ありがとうございます。さすがですね。さすがですね。 OK、 これでいきましょう。こうやって多分バランス取っていくのが正しいと思う。一人の方がいいのに。誰？リオちゃんクールだな、この子閉ざしてんな。おうおお、あ、でも HP 回復した、よかった。いい感じじゃないですか。試合はいつあるんだろうな。時間の無駄ね。クールすぎる。さて俺も帰ろう。ん？リオちゃんじゃない？あ、違う、なんか2人組？夏希ちゃんとあかりちゃんだ。帰り2人一緒かい？あったり。この2人仲いいんだね。じゃあね、2人は本当に仲良しだ。うん、じゃあ先生またね。あー、全員があれくらい仲がいいといいんだけどな。そっかそっか、そういうところでも分かりますね、有効度がね。そして迎えた日曜日、今日はどこに行こうかな。夏希ちゃんにまだ会えてないから、あ、デパート、デパート行ってみようか。あ、いや公園じゃないかな、夏希ちゃんは。こう行ってみよう、公園どうかな。お、なんかありそうな気配。さてと、あかりちゃんよく会うな、あかりちゃんあかりちゃんのこの私服も可愛らしいけど。おい、あかり先生、どうしたの？あかりちゃんこそどうしたの。あかりを見かけたんでちょっと声を変えたんだけど。先生バイバイですぐバイバイされちゃうっていう。俺まだあかりちゃんにあんま好かれてねえんだろうな。はあ、コーチを引き受けて、ああ、もう一つ来たったのか。テンポいいな。そろそろ実戦を経験してもいい頃。よし、来月の合宿後に練習試合をやろう。練習試合。相手は、そうだ、あの高校がいい。え？なんだあの高校って。まさかまさか。お、朝。あかりちゃん、よく会うね、あかりちゃん。おはよう。あ、おはようございます。多分今のところ一番好感度高いのはあかりちゃんかもしれないな。練習試合決まったか、ついに。
じゃあそこ目指してやっていく感じかな。そろそろ夏休みですね。暑いですけど練習頑張りましょうね。はい、あと合宿あるって言ってましたね。ちょっとこのカレンダーで予定を見てみましょうか。2ヶ月先まで見れるって、あーこれか。え、まことちゃんの誕生日とかあるよ、夏合宿、うん、じゃあ9月入ってから練習試合があるってことか。まことちゃん誕生日イベントなんかあんのかな。ちょっとじゃあ一旦セーブしてセーブだけさしておいて。それでは今週もスケジュール決めていきましょう。ちょっと今回はですね、これで見れるんだ。あー、まことちゃんにして、まことちゃんとあかりちゃんの仲を保ちつつ、さなえちゃん、いや、りおちゃんを回復した、いや、さなえちゃんだな、さなえちゃん回復しよう。じゃあミーティングであかりちゃん仲悪いって言ってたもんね、と誰だっけ、りおちゃん、あー、いや、さなえちゃんかな、にしつつ、この子のアタックレベルがね、あんまりまだ、アタックポイント18だもんね。この子も、まことちゃんも一応アタッカーなんで、アタックだな。アタックいこうか。これで、どうかな、中西先生。特に言うことはありません。マジっすか。さすがですね、先生。ありがとうございます。これでいこう、今週は。はい。まことちゃんよろしく頼みますよ。いや、でもまことちゃんもお綺麗ですよね。先生、一番背高い。そろそろ始めよう。あ、はい、始めましょう。すいませんなんで俺が謝ってる。いや、で始まって、この熱い、お、レベル上がった。やったね。え、何、びっくりした、バグったかと思った。イベントか。昼飯は何を食べようかな。といってもカレーパンかアンパンかってだけの問題なんだけど。先生、お昼ご飯まだですね。さなえちゃん、マジで、うん、お昼ご飯イベントですか。まさかまさかの、まだだけど、なんでだ。前の時間調理実習だったんですけど、はい、ちょっと多く作りすぎちゃって。あらよろしいでございますか。それでよかったらこれ食べてくれませんか。ビバ女子校ありがとう、喜んでいただくよ。どれどれ、味の方は。うまいやったじゃん。本当ですか。よかった、うん、一生懸命作って。さなえちゃんいい子だな。さなえってこんなに料理が上手だったんだ、知らなかったよ。大げさですよ先生。うん、じゃあ先生また後で。あ、いえいえ、もうこちらこそ、なんかありがとうございます。おいしいものを食べて元気の出たところで、今日も練習頑張るぞいと。こんなイベントが入ってくるんだ。さなえちゃんだったのは予想外だけど、いいですね。あ、夏希ちゃんの HP が減ってきたか。ちょっと回復させてあげないとな。はい、まことちゃん、あ、もう日曜日になっちゃいましたね。どこかに行こう。そうだな、どこがいいのかな。どこに行ってもあかりちゃんがいる気がするんだけどどうしよう。映画館とか行ってみましょうか。なんかやってるんじゃない。おっぱいバレー見に行きましょう。おっぱいバレー中西先生、おっぱいバレーでお願いします。おっぱいを中西先生も映画好きなんですか。ええ、でも誠さんとかすみさんほどでもないですけどね。あ、そうなんだ。そこでもまた情報をくれた。映画館は誠ちゃんとかすみちゃんなんだ。2人ともよく見に来てるみたいですよ。へえ。ってなってくると、いよいよ夏希ちゃんはどこに出現するのか分かんないな。どこに行ったらあるんでしょうかね。ピロリン言ってますけど、8月4日月曜日朝、リオちゃんだ。おはよう、リオちゃん。無視か。挨拶ぐらいしてもいいじゃないか。コーチだぞ俺は。で終わっちゃうっていういや、あの子閉ざしてるんだよな、本当に困ったね。先生おはようございます。おはようございます。それじゃあ今週は、今回は夏希ちゃんでいいだろうな。夏希ちゃんちょっと HP が下がってるんで、そうだな、そう、あ、
あかりちゃん、 あかり、うん、違う、これこれHP は、これは本当悩むな。かすみちゃんとりおちゃんかな。ミーティングで、かすみちゃんとりおちゃん一緒にやりましょう。しつつ、これがいいのかな。ブロック、ブロックも重要だもんな。ブロックしとこうか。筋トレ、ジャンプ、ジャンプだな。どう、中西先生。夏希さんなんですけど。はい。もっとスパイクの練習をした方がいいと思います。あ、そう、ブロックじゃないんだな。じゃあちょっと一回キャンセルしちゃって、ああ、もっとここから、ミーティングでじゃあちょっとこの二人しつつ、じゃあクイックだな。これでどう。じゃあ特に言うことはありません。あ、そうなんだね、さすがですね。アタッカーはじゃあやっぱとにかくもう、そっか、ブロックよりも攻撃重視だね、中西先生の考えるアドバイスはね。じゃあもうこれやっぱ中西先生だけでいいんじゃねえのかな。これもう俺いるかな。はい、練習始めましょう。ファイトファイト、オーイエー。この曲がもう本当に、いや俺すげえ好き。テテ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 テ、お、レベル上がった、まことちゃん。なつきちゃん、イントは下がりまくってるけど大丈夫かな。どんどんバカになってるんだけど大丈夫かな、そのバランスの悪さ、そこだけは心配だな。はい、日曜日です。日曜日体育館かな、やっぱり。じゃああの子自主練してんじゃないかな、行ってみよう体育館。はい、誰かいる。あ、さなえちゃんだ。さなえちゃん偉いね。さなえじゃないか。日曜日まで自主練とは感心感心。これでまたパラメーター上がったりしないかな。さなえちゃん体悪いんだから休まないと。やっぱり一人で練習してもしょうがないか。トスのタイミングをもう一呼吸遅らせてみろ。それでうまくいくはずだ。覗いてたコーチ、そのいが一人で練習してるだろうと思って様子を見に来たのさ。なんでそんな嘘をつくんだよ、偶然ね。先生は何でもお見通しなんですね。お、さなえちゃん可愛いぞ。時間がもったいない、問題に行くぞ。はい、よろしくお願いしますね先生。いいね、休みの日にこうやって二人で個人練習ですよ。やらしい別にやらしくないよ、おっぱいバレーじゃねえんだよはあ、ほんと夏希ちゃん会えないな。先生、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日も頑張ってくださいね。はい、ちょっともう一回ステータス見ていいですか。うん、結構順調で、あ、やばい、さなえちゃんの HP がさなえちゃんやっぱ体力少ないから、ちゃんをまたやっぱミーティングで、さなえちゃんと誰がいいかな。さなえちゃんとまことちゃんかな。うん。にしてクイック練習をして、筋トレ、ジャンプ、ジャンプ、筋トレかな。中西先生どうでしょう。特に言うことはありません。だから何回も言うけど、じゃあ中西先生の案で全部いいっす。OK、これでいこう。結構でもどうだろうな、チームとしてはバランスよくやってるつもりではあるんだけど、でもこれもやっぱ試合してみないと分かんないですね。頑張れみんな。燃えるね。お、レベル上がった。リオちゃんか。頑張
張れ頑張れ。体育館で机持ち込んで自習ってのはすごく上手くなった気がするな。お、やったじゃん夏希ちゃん。さて俺も帰ろう。お、下校イベントだ。誰誰この BGM は。あ、え、まことちゃんとさなえちゃんか。あ、この二人仲いいんだね。うん、まあね。うん、みんなもそれぐらい仲良くなってくれるといいんだけどな。それじゃあ先生さようなら。そうだよね、チームの団結力ってのは大事ですからね。二人ともタイプは全然違うんだけど仲がいいんだ。そっかそっか。今日は日曜日、今日こそ夏希ちゃんを探し当てたいですね。どこにいんだあの子。デパート、デパート行ってないですね。デパート行ってみますか。うん、さあどうだ。お、そういえば誠の誕生日が近かった。何かプレゼントでも買っておこう。おお、そういうこと。いやでもせっかくだからね、ここは買ってあげましょうよ。もう完全に忘れてたけど、ありがとうございました。意外と誕生日イベントのフラグ立ったなこれで。ちょっと痛い出費だったけど、でも喜ぶだろうな誠。おっ、プレレプレいいな今の SE。 誠のプレゼント買った。おお、よかったじゃないですか。ん、明日から2週間はお楽しみの夏合宿。合宿来たか。ついに短期間で実力をアップするいい機会だけど、その分体力も使うから計画的にスケジュールを組まないとすぐ病気になってしまう。あ、そうなんだ。じゃあそれこそやっぱり HP に気をつけないといけないんですね。いやでも夏合宿はちょっと、あ、こんなところなんだね。なんかちょっとムフフな感じのイベントがあるんじゃないんですか。どうなんですか皆さん来てはいいね、ここが合宿所なの。うん、もっと綺麗なところかと思ったのにいや十分綺麗じゃないですか。脇にも振らず練習に打ち込むというところにはこういうところがいいんだよ。うん、そうかもしれないけど、これはちょっとね。同じ部屋に先生も泊まっちゃっていいんですかね、この女子高生たちと。中西先生も来てるのかな。あ、先生おはようございます。それでこういう形になるわけだね。はいそっかそっか。じゃあそうですね、HP やっぱミーティングだな。ミーティングでメガネちゃん、メガネちゃん、あかりちゃん、沙織ちゃん。じゃあ沙織ちゃんにして、夏希ちゃん行きたいところだけど、あえてここは沙織ちゃんにしてミーティングで、メガネちゃんとあかりちゃんにすればいいんじゃないかな。これで3人回復できるでしょ。でこの子はもうトスだよね。トス、さなえちゃんトス、うーん、トストスでどうかな。中西先生、特に言うことはありません。お、さすがですね先生。俺もだんだん分かってきたかなよし、夏合宿始めるぞ。みんなついてこいよバレーコートってちゃんとあんのかな。じゃあ、外か。よろしくお願いしますはい、みんな頑張れすごいね、外でちゃんとこんな合宿だね。よし、みんないいぞ。いい調子だ。その調子で頑張れ。お、今度はイベント。どうも雲行きが怪しい。え、雲行きってのは、あ、本当の雲行きか、空のことか。意外と降り出してきた。練習中止、合宿所の中に入れ。はい。あらあら、練習中止。本格的に降ってきた。こりゃ雷も来そうだ。雷。あれ、かすみさんかすみさん雷苦手でいらっしゃる。どうかしたか、かすみ。え、なんでもありません強がっちゃうとか可愛いですね。そうか、妙に顔色が悪いぞ。あ、光った。あ、光った。同じこと言っちゃった、あかりちゃん。えっ、あら、すごい近くに落ちたよこれは。あ、なんだこれ私、雷って苦手なんですかすみちゃんイベントじゃんこれで、あかりちゃん楽しそうだなおいあ、また光った。それは意外だ。いつも雷みたいに怒ってるかすみがね。
あらあら、ギャップ萌えですね。失礼ですわ。普通女の子は怖がり、あかりちゃんが不思議だよこれ。覗き込んで何してんの。大丈夫だよかすみちゃん、うん、光ってから音がするまで3秒ぐらいだったでしょ。ああ、そんな近くないですか。音速が 331.5m/s だから、まだ1キロも先だもん。すげえ頭いいじゃんあかりちゃん。イントが高えな、イントが。 そういえばあかりちゃんって頭いいキャラだったね、意外と。どんなに遠くても怖いものは怖いんですわ。バカっぽいけどね。あ、また光った。また光った。同じこと言っちゃったよ。だから雷ってとっても綺麗だね、あかりちゃん。どこが。なんかこの二人ギャップあって面白いな。いい組み合わせ。お、練習再開だ。あかりちゃんすごかったね、秒速なんだなとか言ってましたよ。はあ、そんなのまでわかるんだ。ありがとうございました。はい、お疲れ様です、さなえちゃん。やっぱ合宿だから。あ、え、あ、そう、これで移動も合宿のあれになるのか、日曜は。どこがいいのかな。湖とか行ってみますか。さなえちゃんか。とっても静かで素敵なところですね。そうだな、湖ちゃんじゃないや、さなえちゃんは湖ちゃんだよな。え、先生、今日一日何をして過ごしましょうか。一日一緒に過ごすのかい。そうだな。いや、水着はいかんね。ここで下心を出したらコーチとして失格だ。ボートにでも乗ろうか。それもいいですけど。あれ、ダメだって。練習続きでちょっと疲れちゃってるから、今日はゆっくりしましょうか。あ、そうっすね、この通りです。それが一番。なつきちゃん会えないな、全然会えない。どこ行ったらいいのかな。これ、なつきちゃんと進めてんのかな、ちゃんと。俺、先生、おはようございます。おはようございます。それじゃあどうしようかな、なつきちゃんで行くかい。なつきちゃんと、あ、リオちゃんやばいじゃん、 HP が。そうだね。あれ誰があんま仲良くないんだったっけ。ちょっともう一回ごめんなさい、ステータス見させてください。なつきちゃんは有効はリオちゃんとかすみちゃんがあんまり仲よろしくないのね。はいはい、その2人だな。その3人でミーティングしよう。はい、ミーティング。よし、んで、クイック。どんどんパワー型になっていく。なつきちゃん、特に言うことはありません。はい、さすがですね先生。わかりました、それじゃあ今週はこれでいきましょう。でも本当にね、で試合してみないとわかんないですね、どういう風に育ってんのか。今日も頑張るか。あ、なつきちゃん気合十分だね、頑張ろう。サナちゃんレベル上がった。ちょっと HP もっとミーティング増やした方がいいかな、心配だな。あ、今日は誠の誕生日。俺プレゼント買ってんだよ、偶然だけどね。あ、かわいいこの格好。誠ちゃん、おい誠、ちょっといいかい。先生、私のこと呼んだ。誠ちゃん、今日誠の誕生日だったよな、おめでとう。ちゃんと覚えてたんだ。これは好感度上がったね。ん、女の子の誕生日は忘れない主義で、一応全員の誕生日を覚えてるよ。いや、中西先生に聞いたんだよ。どうしようかな、真ん中にしとこうか、これが無難だよね。全員の誕生日覚えているよ、一応ね。あれ、もっと上手い言い方すればいいの。違ったのか。ごめん。あー、でもちょっとさなえちゃん、あかりちゃん。ここで回転もあと、なんか難しいこと言ってるね。どういうキャラなのあかりちゃん、さっきから何をやっているんだ。計算してるんだよ。計算
何の？雷の計算だよ。どうしたおい、何に目覚めた？赤井ちゃん、学者さんにでもなれるんじゃないの？何これ、ものすごい難しいこと言ってる。教師より頭いいじゃねえかよ、あかりちゃん。うん、やっぱりできるよ先生。何が、何ができるんだあかり。えへへ、雷みたいに曲がるスパイクだよ。あ、え、何これ、必殺技ってこと、もしかして雷みたいに曲がる、本当にできるのか、とても信じられない。できるよ、うん、だってあかりちゃんと計算したんだもん。マジで、いや、わからない、説明されても。それで、空気抵抗を計算すると、この子すげえな、等しくなって、うん、あーって説明されてもよくわからん。何より勝負じゃないけど、実際にスパイクを折って見せてくれ。うん、へえ、雷スパイクってことですか、もしかして。あかり、いきます。お、あかりちゃん、頑張って。どうだどうだ、お、かっこいい、いいな、稲妻スパイクか。へえ、必殺技じゃない。おお、すげえ。よくわからない世界観になってきたぞ。これは、おお、かっこいい BGM も流れて。すげえ、あかりちゃん必殺技を生み出した、稲妻スパイク。おお、すごいね、みんなに見てよかった。はあ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 。あ、でもちょっとこれ休ませたいキャラ結構いるな。なんかすごく上手くなった気がするな。うん。稲妻スパイク。かっこいいね。あー、どこがいいのかな。野原。野原の、あかりちゃん。もう、ほんとこれあかりちゃんルートだわ。これあかりちゃんルート行こうかな。こんなところで何してるんだ。あ、先生。うん。あかり、探し物してるんだ。探し物。何？ん？四つ葉のクローバー？七色の花？財布で戻した？あー、七色の花でも探してるのか？うん。立っちゃって。七色の花を見つけると幸せになれるんだもん。マジか。それでまたなんか新しい必殺技を、フラワーレシーブを。生み出してほしい。 いや、今でも十分幸せそうなんだけど、あかりちゃん。そうかな。あ、よし、じゃあ帰るぞ。合宿終わりか。いや、なかなか有意義な合宿になったんじゃないでしょうか。来年はもっと綺麗なところにしようよ。でもなんかあれだね、お風呂イベントとかそういうのはなかったか。いや、期待できそうもない。でも来年もあるんですよね。これ3年間の物語だと思うんで。あ、おはよう夏希、9月に入ったよ。先生、おはよう。先生、今日もいい天気だね。そうだね、絶好の練習日和だね。どうなんだろう、好感度的に。先生、おはようございます。おはようございます。練習試合がいつだったっけ？来週か。来週、テスト、来月テストあるよ。じゃあちょっとこれ休ませてあげた方がいいな。ちょっと HP がね。じゃあまことちゃん、あかりちゃん、さなえちゃんだな。まことちゃんを、あかりちゃん、さなえちゃんで、じゃあこれで結構みんな休ませるっていうパターンどうすか。もう全部ミーティングだけにしちゃって、バランス的に休ませるっていう、この感じ、この感じどうかな。いや、アドバイス的には絶対ないと思うんだけど。なんですけど、あ、そうだよね。スパイクの練習をした方がいいと思う。でも来週試合だよ。HP って関係、待って、ちょっと関係あんのかな。どうなんだろう。いや、俺はでもあえてこれでいきたい。ちょっとみんなのね、体力が俺は心配なんだ。前
カにしたいもんな。これでいくよ俺は。ごめん中西先生、俺の案でやらせてくれ。俺を信じてくれ。え、試合ですか？そう、来週は試合だから今日はミーティングだけだ。俺がコーチを始めてもう2ヶ月、みんながどれぐらい実力がついたか試してみる頃だと思ってね。で、相手はどこなの？相手、沼里女子。先生、それって、はあ、沼里女子。前に私たちがボロ負けしたところね。一番最初のあのプロローグのあの試合したところだ。あの先生、これはリベンジマッチ。手頃な相手を探した方がよくありませんか？そんなに心配をするな。毎日一生懸命練習をしたんだ。あの時に比べればみんなずっと強くなっている。今度はきっと勝てるよ。本当、ね、確かに練習の成果を見るにはいい相手かもしれないね。俺が保証する。でももう霞はお嬢際が悪いな。夏希ちゃん、試合することは決まっちゃってるんだから、今さら言ってもしょうがないでしょ。頑張っていこうよ。それに先生が勝てるって言ってくれたんだもん。きっと勝てるよいいねリーダー、さすが。頑張ろうね、みんな。熱いぜ夏希ちゃん。つっても今週はもうとにかく回復です。あれ、もう時間だっけ？琴ちゃん頼むよ、ちゃんと。これ試合中もですね、結構いろいろと特定のキャラクターにサインを出したりだとかできるみたいなんですよ。サーブを打つ前に、丸ボタンを押すとサインができる。だから結構タイミングも重要みたいですね。あと、試合中はですね、じゃあ私帰るね、2回タイムを取ることができるみたいですね。あ、ちょっと HP 見てなかったけどどうなった？あ、もう今日練習やべえ、セーブできなかったよし絶対勝つぞ、今日頑張ろう。これは何としても勝ちたいね、沼里女子相手に。今日の相手は沼里女子。中西先生、このチームは粘り強さに定評があります。ああ、最後まで油断できないですね。リードしているからといって決して油断はできませんよ。はい、わお、これは俺にとっては初めての試合だからすごい緊張する。うん、ま、タイムは2回で、サーブの前に丸ボタンでなんかサインを出せる。はい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 。お練習試合、朝霧高校 VS 沼里女子ファイト。みんな頑張れ練習の成果を見せるんだ。うわ、これどうしよう。よし、気合い入れていくぞ、うん、頑張れ夏希ちゃん。ファイト、おーおさあさあさあ、どうなる。あ、このまま自分がサーブのってこと。おーおー、やっと相手外した。ラッキー、1ポイント取りましたよ。お、返した。トス上げてアタック、ディズ。ちょっと、夏希ちゃんに、じゃあ夏希ちゃん攻撃だ。今の夏希全力で攻撃するんだ。遅いよ、ガンガン攻めていくよ。うん、ミスった後だけど。あ、でもこうやって指示を出していくわけだね。そっかそっか。あ、でも行くぞ。あ、稲妻スパイク。え、稲妻スパイク、マジで。お、すごいじゃん夏希ちゃん。あの、あかりちゃんが踏み出した稲妻スパイク、よっすごいすごいすごい、よくやってる。リードしてますよ。いいですよ、ほんと練習の成果出てるって。おー、ブロックした。よ、え、あ、違う、今の、え、あ、いや、あ、いいで、いいんで。ちょっとコーチパニックっちゃって。やっとじゃん、いってますね。へへへ、めっちゃいい試合になってるよ。え、やばい、あ、止めた。あかりちゃんいいな。これちょっと指示出すことないんじゃないかな今のところ。ほら、もうがっつり止めてるよ相手のスパイクを。なつきちゃんがねすごいんだよ、頑張ってる。ほらこれ勝てるよ、勝てる。ちょっと一回タイムしとく。タイムして全体の士気を上げることができるみたいな。
おーしいいぞ。よし、ちょっと一回タイム。ここで一回タイム。いやー、いいよいいよ。今日も絶好調だよ。みんなほんといい感じ。特にね、夏希ちゃんすごいわ。ほんと調子いいよな。よし、このままぶっちぎるぞ。いいぞみんな。これなら安心だな。気を引き締めていけ。調子に乗るぞ。いやー、どれがいいのかな。気を引き締めていけ。相手は粘り強いぞ。調子いい時が実は一番危ないんだ。思わぬミスから調子を崩す時がある。こういう時こそ慎重にだ。はい。よしみんな、いいぞ。熱くなっていこう。頑張れ頑張れ。でも特にね、アドバイスすることは、サーブもいいし、あ、ほら沼里勝てる勝てる。あ、みんなごめん。いいよ許してあげるよ。これ今指示出した方がよかったから。お、はい、お、すごいリオちゃんすごい。よくやった。アタッカーでもないのにさすがオールラウンド。トス上げ、おーしナイスブロック、ナイスブロック。マコトちゃんサーブファイト。おう、こっからこっから止められる止められる。おお、あ、今のも入っちゃった。でもいけるよ、まだいけるよ。15点取りゃいいんだよね。あれあ、でも入ったか。でも入った。トスで入ったんだ、今。うん、よし、もう一回、じゃもう一回タイムしておこうか。今のうちに。2回タイムできるなら、有効に使っておこう。これだけリードすれば、一安心かな。いや、みんな調子に乗っちゃいけないよ、でも。つまらないミスをしないように気をつけないとね。分かってるね、さなえちゃん。そうだな。もう少し頑張るか。最初の練習試合だからね、これはちょっと初めての勝利プレゼントしてあげたいわ。つまらんの。ははは、心配すぎだよ。調子のいい時こそ気をつけろ。いや、一番下だね。調子のいい時こそ気をつけろ。うん、ちょっとしたミスから大きな流れが変わる時がある。調子のいい時こそ最新の注意を払うんだ。はい、よし、いいぞ。これまたね、チームのみんなの士気も高まったと思うんだよね。このペースで頼むぜみんな。夏希ちゃんが打って止めろ。ああ、入れられちゃった。大丈夫、まだいける、まだいけるよ。お、はい、おリオちゃんすごいね。リオちゃんになんかちょっと、そうだな、リオちゃん攻撃だ。前のリオ全力で攻撃をするんだ。背中が熱いなんか覚醒しつつあるよ、リオちゃんかっこいい。あれ、ピルルルル下がっちゃった。嘘、マジで。ごめん、俺サインミスったのかもしんない。こういうことあるんだ。あ、でもよかった、相手のミスで。あと1点よ、あと1点、あと1点頑張ろう。集中して集中。あ、ごめん、やっぱリオちゃんさっきのミス間違えたんだ俺。ごめんね、リオちゃんね。よし、返し、あ、やばいやばい。ちょ、どうしよう。ちょっとやばいぞ、やっぱ粘り強いな。ここに来て強いぞ。あー、でも勝ったー、 V やったね、大勝利よかった。あなたたちにあげるわ。何、選手 B って。これは壊れた時計を手に入れた。いらねえよゴミもらっちゃって。何、壊れた時計って、何そのアイテム。これを使えば R2 ボタンで試合を早回しできる。あ、はいそういうことね。うん、本当かな。次の試合で試してみようかな。スキップしたい時にはね、それでできると。早回し何かと思ったら壊れた時計。いや、でも勝ったよ、よかった。やった、初勝利。そうなんだよね、初勝利になるんだよね。よかったね、なっちゃん。なっちゃん、なっちゃんよかった、なっちゃん。でもこんなに早く練習の成果が出る、最後ちょっと焦ったけどね。ちょっと驚きだな。それだけ先生のコーチが良かったってことじゃないかな。いや、照れるわ。でもよかった、本当みんな成長してるんだよ。ありがとう先生、はい、それとこれからもよろしくね。こちらこそよろしく。みんな頑張ったね、お疲れ様、ありがとう。
いやーこれはもう最高の練習試合だったね。みんなもテンション上がったんじゃないかなこれね。先生おはようございます。はい、そんな感じで今日も頑張ってくださいね。今回はこの辺でですかね。初勝利、みんなよく頑張りましたね本当にね。だけど言ってもまだ練習試合ですからね、全国制覇への道はまだまだ遠いですよ。そして俺はちゃんと夏希ちゃんルートを攻略できているのかどうか、そのルートにちゃんと進めているのかどうかちょっとわからないんだけど、でも手出すぜ、俺チームのメンバーに手出すぜ、悪いコーチだぜ俺本当は。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。全国制覇目指して次回もプリズムコート燃えていこう。